どうせ引き裂かれるなら身を引き裂かれる方がはるかにマシだと思った。信じてた。いや、信じてる。今この瞬間だって信じてる。でも薄々は気づいてる。信じたいのは認めたくないだけだからだ。自分に言い聞かせるようなそんな涙声がもうたまらなくバカバカしくて、さらなる涙が顔をもっとぐしゃぐしゃにする。機械的に繰り返されていたそれはようやく収まり、とても静かになった。日暮らしの声だけが嫌に騒がしい。なのに彼女のそれはまだ聞こえる気がする。聞こえるはずはない。彼女はもう言うのをやめているのだから。泣いているのは俺だけだった。彼女は泣きもしなかった。彼女がそれを繰り返し口にしていた時も表情どころか感情もなかった。彼女に俺のために流す涙がないのなら、俺にだって彼女らのために流す涙はいらないはずなのだ。それなのに痛み目を潤ませてしまうのはどうして。それでも引き裂かれていないと信じていたいから。もう十分だろ。内なるもう一人の自分が優しく語りかける。俺はもう十分に心を痛めたさ。そして何度もその痛む心を捨てるべきかどうか迷ったんだ。だけど俺は固くなに捨てることを拒んだんじゃないか。捨てればもっと心が楽になれる。それを知りながらも俺は信じることを選んだんじゃないか。その辛かった苦労はきっと俺にしかわからないし、俺にしかねぎらえない。なあ俺、俺は十分に頑張った。俺がそれを認めてやる。だからもう楽になってもいいんじゃないか。それに捨てるんじゃない、彼女と一緒に置いていくんだ。花を手向けるように。さあ心を落ち着けて。もう右腕がしびれているだろうけど頑張って振り上げよう。一つ振るたびに忘れるんだ。親切が嬉しかった。愛らしい笑顔が嬉しかった。頭を撫でるのが好きだった。そんな君がはにかむのが好きだった。これで最後だから、これを振り下ろせば忘れてしまうのだから、君に送る俺からの最初で最後の花束。ひょっとすると俺は君のことが好きだった。